様でございますよね。あ、どうやらそんな。では皆様お待たせいたしました。続いての一姫一会はお姉様でございます。Underneath the city lights, there is a few know about where rules don't apply, no. And you can't keep a good girl down. お姉様、相当ね、皆さん、キツネ様でどぎも抜かれたと思うんですけど、さらにね、このお姉様の、だいぶ息が切れてらっしゃいますけど、楽屋に戻ろうかな。そっち楽屋じゃないでしょ。違う、違います。もうちょっと真ん中の方でお話しして。いやいやいや、ごめんね、びっくりした。でもこうね、びっくりしますね。これ驚きました。これ今昔で言うと将棋を使った踊り舞なんですけども、今は良い将棋がありますから、あんなものを使ってですね、あんなおてんばなんですか姫っていうのは。いや、平成の世のおなごはの、はい、強いから、はい、で、俺ね、ちょっといい、ちょっと話で、どうぞどうぞどうぞ。俺ね、ずっとみんなに言いたかったんじゃけどね、そこにおねの夢がありまして、芸どころ名古屋と言われた時代ございましたの。ありました、昔ね、宗春様の時代ね、うん、ほんで今さ、名古屋飛ばしとかなっとるがね、うん、これじゃあいかんと思うて俺、はい、音楽や前秀吉様もの好きでしたから、はいはい、そういった芸術芸事を復活させたい、芸どころ愛知として復活させたかったんじゃ、はあの、こうして舞を見たり、うん、音楽を聴いたりすると心が豊かになりまする。みなみなが今大変な時代じゃからこそ、とっても大事なもの、それが芸術でございまする。ですから、まあお能ではないですけれども。そうですね、随分違ってましたけど。違ってたね。いやいやいや、でも、新しい踊りですもんね。そうなんじゃ、今はいろんな文化が入ってきておりまするゆえ、その中から尾根が厳選して、こたびはこの椅子の踊りを回せていただいたということでございまする。ちょっと皆さん、もう一度大きな拍手をお願いいたします。ね、なんかそれだけ素晴らしいものを見せていただいたので、安心してね、手に書いていただきたいんですけど、なんか決めたい、大丈夫ですよ、ご安心ですよ、ちょっと心配になってきた。ですよね、なんか、うんうん、いろんな方々がどんどん出てきて、なんか隠し芸大会みたいになって。
と思いますけども、どんどん続けられるんですね、この方。そうみたいですね。さすが大物を生んだお母上でございますよね。最後は何かですね、このいろんな思い出を一言に込めていただいてよろしいですか。お姉が、はい、今一言に、はい、無理じゃけど、でも幸せです。幸せまたね、あの天に帰られてもですね、いろんな舞を踊ってですね、みんなも喜ばせてあげてください。天で踊るから、はい、天がガタガタって言うから、はい、あ、おじさまだなと思ってくださればよいです。ありがとうございます。大変迷惑でございますけども、そうです、そうです、また待っております。ありがとうございます。おめでとうございました。さあ、ちょっとお時間して